MLB、ML 美人女優が発掘した大谷翔平の珍記録。ワールドシリーズで話題。3球三振の数、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきます。フィリーズの野良が MLB 全体でトップ。2位に大谷翔平。2日、日本時間3日に行われたワールドシリーズ第4戦で。 突然エンゼルスの大谷翔平投手がシーズンで記録した数字が話題となった。今季、投手として奪った3球三振が MLB2 位の49個に上ったというのだ。発端となったのが、米国の女優エレン・アディアさんだったこともあり、話題となっているアディアさんは試合が行われたシズンズ・バンク・パークで、この日フィリーズの先発だったアーロン・ロラに関する応援ボードを掲げていた。内容が今期、今季、 奪った3球三振の数で1位だったと何ともマニアックなもの。これに反応した MLB 公式のサララングス記者はノラが52回で1位だったこと。そして大谷が2位の49個を奪ったと確認したと自身のツイッターでつぶやいているファンからはこのツイートにそのボードを持っていたのはただのファンではない。あのファンと確認してくれたサラを称えたいとコメントが集まった。 さらに、大谷はいつでも、投打両方の上位に入っている。かなりいい野球選手に違いない。MVP 級ーネと、大谷の残した数字に驚き、称える声もあった、フルカウント編集部、エンゼルスの悲しい歴史が、とてつもなく感情的。 系統脳脳達成で MLB が注目、有望株だったスカッグスがシーズン中に亡くなるという衝撃的事件。2日、日本時間3日に行われたワールドシリーズ第4戦でアストロズがシリーズ史上初の系統のヒットノーランを達成した。MLB 公式サイトは過去19回達成されている系統脳脳を特集。ここでエンゼルスの悲しい歴史に 再び注目が集まっている。振り返っているのはエンゼルスが2019年7月13日、同14日に本拠地アナハイムで行ったマリナーズ戦だ。先発のテイラー・コールが2回、2番手のフェリックス・ペーニャが7回を投げて、非アンダーゼロ。至急の走者1人を許しただけで達成した。この試合、エンゼルスには負けられない理由があった。この年7月1日、同2日に、 ドラフト一巡目入団の有望株だったタイラー、スカックス投手が遠征先のホテルで死亡するという衝撃的な事件があってから、初めてのホームゲームだったのだ。この試合、エンゼルスは全員がスカックスの背番号45が入ったユニフォームを着用した。MLB 公式サイトも、とてつもなく、感情的な試合だったと振り返っている。大谷翔平投手も3番 DH で先発出場したエンゼルスは、 マイク・トラウト外野手の本塁打などで大量13点をリードした。スカッグスと同期入団だった。トラウトは2塁打も2本放ち、6打点を挙げた。さらに記事は、試合が進むにつれて、系統のヒットノーランという特別な展開に発展していったと伝えている。最後のアウトを奪った瞬間、感情的になったエンゼルスの選手たちが集まり、各選手が、 スカッグスという名前と45番が刻まれたユニフォームを脱いだ。そして、フィールド・オブ・ドリームズで有名なトウモロコシ畑の前に煮立つスカッグスの絵とともに、ユニフォームをマウンドに置いたワールドシリーズの大記録で、球史の悲しい部分にスポットが当たっているフルカウント編集部、大谷と誰の巨大壁が登場。日本ハム新球場、エスコンフィールド。温泉やホテルも完成近づく北広島。 3日に天然芝が貼られたグラウンドなどが報道陣に公開された。プロ野球、北海道日本ハムの新球場、エスコンフィールド北海道、北広島は野球に限らず、多様な楽しみ方ができるのが特徴だ。この日はアート作品も公開され、温泉やホテルを備えた施設などの完成が近づく様子も伺えた。鋭い目つきでグラブを構える2人の背番号11。左翼スタンドにあるビル。 タワー11、タワー11の1階に描かれた、米大リーグの大谷翔平選手、エンゼルス、ダルビッシュ優投手、パドレスの壁画だ。大きさは横7メートル、縦5.5メートルあり、迫力満点。開業後は記念撮影の人気スポットになりそうだ。同タワーの名称は、日本ハムで両選手がつけた背番号にちなみ、ミュージアムや温泉施設、サウナ、ホテルなどが入る。 今後も球場内外にアート作品が設置されるというご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろし